球状星団 M5 のヘルツシュプルングラッセルズ。赤色巨星分子は薄く水平な純巨星分子の終わり付近から右上へと走っている。赤色巨星分子星の中でも明るいものは赤で示されている。赤色巨星分子はヘルツシュプルングラッセルズ上で主系列から離れた構成が形成する系列。構成の進化においては 中心核での水素核融合を終えて、構成内部でヘリウムの核融合が始まる前までのフェーズである。このフェーズにある赤色巨星分子性の内部には、まだ核融合反応を起こしていないヘリウムの中心核があり、中心核の周囲を水素の殻が取り囲んでいる。赤色巨星分子性の放射するエネルギーは、この水素核で起こる苦のサイクルによって生じるものである。 このフェーズにある星は、スペクトル分類では、K 型や M 型に分類され、同じスペクトルの主系列性に比べて高度が大きい。NGC288 のような球状星団で、明るく輝く星は、赤色巨星である。20世紀初頭に、HR 図が使われるようになると、赤い色の構成には、Y 星と巨星の2種類があることが判明した。 赤色虚勢分子という用語は1940から1950年代に使われるようになったが、当初は HR 図の赤色虚勢領域の総称であった。1940年までに主系列段階の寿命とそれに続く白色矮星への熱力学的収縮段階の基礎は理解されていたが、様々なタイプの虚勢の内部の詳細は理解されていなかった。 1967年に赤色巨星分子を他の分子と区別するためにファーストジャイアントブランチという用語が使われた。この用語は現在でもしばしば使われている。1968年にはほとんどの赤色巨星よりやや明るいミラのように不安定で大高度の変更性の分子に対して全近巨星分子という用語が使われた。分岐した。 巨星分子はその何年も前から観測されていたが、異なる系列がどのように関連しているのかは分かっていなかった。1970年までには、HR 図上の赤色巨星の領域は、純巨星分子赤色巨星分子、水平分子全近巨星分子からなること、そしてこれらの領域にある星の進化状態が広く理解されるようになった。現代の構成物理学は、 中出量性の主系列後の様々な段階を生み出す内部プロセスをこれまでになく複雑かつ正確にモデル化してきた。赤色巨星分子の研究成果はそれ自体が他の分野の研究の基礎として利用されている。質量の異なる構成の進化トラック。中央を斜めに走る黒の実践は各トラックの起点となる例最主系列を結んだもの。 トラックの長さは時間経過の長さを示すものではないことに注意。約 0.4M から 12M の構成は中心核の水素を燃焼し尽くすと水素核燃焼の段階に入り、その間に赤色虚勢となる。水素核燃焼の間、構成の内部はいくつかの異なる段階を経て、それが構成の外観に反映される。どのような進化のステージを経るのかは主に構成の。 質量によるが、金属量の影響も受ける。中心核の水素を燃焼し尽くした主系列性の内部では、ほぼヘリウムで構成された中心核を取り巻く、分厚い水素核の燃焼が始まる。ヘリウム中心核は、シェーンベルグチャンドラセカール限界未満の質量で、熱平行状態にあり、この段階の星は準拠性に分類される。 水素核の核融合により産生されるエネルギーは星の大きさを保つのに必要なエネルギーよりも大きく余剰エネルギーは星の外装を膨らませるために消費されるこの膨張によって表面温度は冷却されるが高度は増大しない 1M 前後の質量の構成ではヘリウム中心核の質量が十分に増えて縮退するまで水素核燃焼が続くその後 中心核は収縮、加熱し、強い温度勾配が発生する。温度変化に敏感なくのサイクルで、核融合している水素核が中心核に加熱されることによって、水素核燃焼のエネルギー酸性量が大幅に増加され、赤色巨星分子のふもとに至ると考えられている。1M の構成の場合、中心核の水素が枯渇してから20億年前後は、この段階にある。 2m 程度の質量を持つ、準拠性は、中心核が縮退する前に比較的早期に、シェーンベルク・チャンドラ・セカール限界に達する。中心核はまだ水素核からのエネルギーで、熱力学的に自重を支えているが、もはや熱平行状態ではない。中心核が収縮、加熱することで、水素核は薄くなり、構成外相は膨張する。この組み合わせにより、星は、 赤色巨星分子のふもとに向けて冷えていくに従って、高度が低下する。中心核が縮大する前に、外側の水素外装が不透明となって、星の冷却が止まり、水素核の核融合率が上がり、星は赤色巨星分子の段階に入る。これらの星では、数百万年以内に準巨星段階を終えるため、プレセペ星団のような、 若い三回星団の HR 図に見られるように B 型主系列性と赤色巨星分子性の間に顕著な隙間が生じる。これはヘルツシュプルングの感激と呼ばれ赤色巨星に向けて急速に進化する準巨星がまばらに存在している。これに対してオメガ星団のような年老いた球状星団では低質量の準巨星が短く密集した分子が見られる。 1M の星の進化トラック。太陽のような星では、赤色巨星分子の段階では、中心核が縮退しており、分子上を先端まで上昇した後にヘリウムフラッシュで、ヘリウム核融合を始める。5M の星の進化トラック。2M より重い星では、赤色巨星分子でも、中心核は縮退せず、分子上を先端まで上昇する前にヘリウムフラッシュを起こすことなく、 ヘリウム核融合をはじめ、赤色巨星分子を離れる。赤色巨星分子のふもとにある星の温度はどれも5000、K 前後と似通っていて、初期から中期の K 型スペクトルに対応している。これらの星の高度は、最も小さな赤色巨星で太陽の数倍、8M 付近の星では、数千倍までの範囲にわたる。水素核がヘリウムを生成し続けると、 赤色巨星分子性の中心核の質量は増加し、温度は上昇していく。中心核の温度増加の影響を受け、水素核はより急速に燃焼するようになり、その結果、性はより明るく大きくなり、表面温度はやや低くなる。これらの現象は、まとめてアセンディングザ RGB と表現される。赤色巨星分子を上昇する間に、 観察可能な外部の特徴を生むいくつかの内部イベントがある。星が成長するにつれて、外部の大流層はより内部の深いところまで到達し、水素核で生成されるエネルギーも増大する。最終的に、大流層の深さは、かつての大流核から表面へと、核融合性生物がもたらされるほどの深さに到達する。これは、第一ドレジアップと呼ばれる。 この現象によって、表面のヘリウム、炭素、窒素、酸素の存在量が変化する。また、HR 図上の赤色巨成分子に RGB バンプと呼ばれる顕著な星の集まりが見られることがある。これは、深い対流によって残された水素の存在量の不連続性によって生じる。この不連続な点では、水素核でのエネルギー生産が一時的に低下し、 赤色巨星分子の上昇が効果的に妨げられるため、この場所にプロットされる星が過剰に存在することとなる。縮大したヘリウム中心核を持つ星はそのサイズと高度の成長限界がある。赤色巨星分子先端と呼ばれるこの限界で中心核はヘリウム核融合を始めるのに十分な温度に達する。この限界に達するすべての星は、 約 0.5M のヘリウム中心角と非常に似通った高度と温度を持つ。そのため、これらの明るい星は遠方までの天体との距離を測るための標準光源として使われてきた。外観上、TRGB の絶対等級は約マイナス3等で、有効温度は太陽と同じ金属量の星で約 3000K、低金属性で 4000K 近くとなる。 金属量にも影響されるが、TRGB の高度は2000から 2500L とされる。2010年代現在の研究では、赤外線波長での等級がより一般的に使われている。縮退した中心核はヘリウムフラッシュと呼ばれる現象で爆発的な核融合反応を始めるが、外部にはその兆候はほとんど見られない。ヘリウムフラッシュのエネルギーは 中心核の縮体を解除するために消費される。これにより、星全体の高度は低下、有効温度は上昇し、次の進化のステージである水平分子へと移行していく。縮体したヘリウム中心核は、構成全体の質量に関係なくどれもほぼ同じ、質量なので、水平分子上の構成の高度はどれも同じである。水素核燃焼によって、構成の全高度は異なるが、 太陽の金属量に近いほとんどの構成では水平分子の冷単での温度と高度は非常に似たものとなる。そのため、これらの星は約5000系と約 50L でレッドクランプと呼ばれる集団を形成する。水素外装の欠如は水平分子上でより温度が高く高度の低い位置に星を移行させる。この効果は低金属量の星ほど起こりやすいため、 年老いた金属の乏しい星団では、非常に顕著な水平分子が見られる。初期質量が 2m 以上の星では、赤色巨星分子上で、ヘリウム中心核が縮退しない。これらの星では、TRGB に到達して、中心核が縮退する前に、トリプルアルファ反応に十分な高温に達する。その時、星は、赤色巨星分子を離れ、 全金巨星分子へと至るブルーループを行う。2M よりも少しだけ重い星は数百 L の過労時的づく程度のブルーループを行った後、赤色巨星分子とほとんど区別がつかない全金巨星分子へと至る。より重い星は1万 K と数千 L まで至るブルーループを行う。これらの星は1回以上不安定体を横断し、古典的セファイの変更性となって、 脈動変更する。以下の表は、太陽と同じ金属量で、初期質量の異なる星について、主系列フック準拠星分子、赤色巨星分子での典型的な期間を示したもので、ある。また、各星の赤色巨星分子開始時と終了時のヘリウム中心核の質量、表面の有効温度、半径、高度も示した。 赤色巨星分子の終了時は中心核でヘリウムが点火した時と定義されている。中質量性は主系列や準拠性では質量のごく一部を失うのみだが赤色巨星ではかなりの質量を失う。太陽に似た星が失った質量は水平分子に達した時の温度や高度に影響するためレッドクランプの特徴からヘリウムフラッシュ前後の質量差を求めることができる。 また、赤色巨星から失われた質量は、その後に形成される白色矮星の質量や性質を決定する。TRGB に達した星の全質量損失は0.2から 0.25M 程度と推定されている。質量損失の大部分はヘリウムフラッシュ前の最後の数百万年以内に失われたものである。ヘリウムフラッシュ前に、 赤色巨星分子より離脱するような大質量星の質量損失は直接計測することがより難しいものとなる。ケフェウス・ザ・デルタ星のようなケフェード変更星は連星か脈動星かのいずれかであるため、現時点での質量を正確に測定することができる。進化モデルとの比較からこのような星の質量は約20%も失われていると思われ、その大部分はブルーループ、 特に不安定体で脈動している間に失われているようである。赤色虚勢の中には振幅の大きな変更性がある。早くから知られていた変更性の多くは周期性と数等級の振幅があるミラ型変更性。はっきりとした周期性を書く過複数の周期とごくわずかな振幅のある半規則型変更性。明白な周期が見られない L 型の不規則。 変更性である。これらは長らく全勤虚勢分子性、または超虚勢であると考えられており、一般的に赤色虚勢分子性自体は変更しないものと考えられていた。いくつかの例外は高度の低い全勤虚勢分子性であると考えられていた。20世紀末の研究では、M 型の虚勢はすべて0.01等級以上の振幅で変更すること、 K 型巨星もまたより小さな振幅で変更する可能性が高いことが分かってきた。このような変更性は TRGB に近いより明るい赤色巨星の中にあったが、それらがすべて AGB 星であると主張することは困難であった。振幅の大きい変更性ほどゆっくりと脈動するという周期と振幅の関係を示していた。十一世紀に入ってからのマイクロレンズサーベイでは、 何千もの星の極めて正確な速攻が何年間も行われてきた。これによって多くの新しい変更性を発見することができたが、その多くは非常に小さな振幅のものであった。発見された複数の周期高度関係は密な間隔で平行に並んだリッチのような領域にまとめられている。これらの中には基地のミラ型変更性や半規則型変更性に、 対応するものもあるが、さらに、オサーグと呼ばれる別の型の変更性も定義された。オサーグは、振幅が数千分の1等級で、周期が10から100日の半周期の変更性である。オグルサーベイでは、一つのオサーグに対して、最大三つの周期が公表されており、複雑な組み合わせの脈動を示している。大償マゼラン雲では、 AGB 製や赤色巨星分子製の両方を含む何千個ものオサーグがすぐに検出された。その後、天の川銀河の中心バルジの方向にある192,643個のオサーグのカタログが発表された。マゼラン雲のオサーグの約4分の1は長い二次周期を示しているが、銀河系のオサーグではほとんど見られない。 赤色巨星分子性のオサーブは、ある質量と高度の星の同型脈動モデルの第1倍音、第2倍音、第3倍音モードに対応する3つの間隔の周期高度関係に従っているが、双極子モードや四極子モードの非同型脈動も存在しており、変更の半規則性につながっている。基本モードは現れず、霊気の根本的な原因はわかっていない。 太陽類似振動と同じように、確率論的な対流が原因ではないかと言われている。赤色巨星分子性ではさらに2種類の変更が発見されている。それらは、数百日から数千日の周期でより大きな振幅を示す、長い二次周期と楕円状の変更である。長い二次周期の原因は不明だが、質量の小さい番星との相互作用によるものでは、 ないかと考えられている。楕円状の変更も、また連成形で生じると考えられており、この場合は、接触連成形の歪んだ形状の星が、光点運動をすることによって、厳密に周期的な変更を起こしているとされる。ありがとうございます。